3月31日朝です。中良木の道の八重部西だれが満開です。鴨川の河畔林も新緑が、このように展開をして、もう緑が出てきております。すごく爽やかな朝です。八重部西だれの、花のつぼみと花の色のコントラストがすごく綺麗です。そしてここを降りますと植物園の欅並木に入ってきます。欅並木もだいぶ新緑の方が出てきています。そして植物園の正門です。そしてその奥に桜林が見えております。もう満開、チューリップが手前に見えております。このような感じで、桜林ですね、ほぼ満開の桜林がもう目の前に、見えてきております。そして北山の、山並みが見えてきております。こんな感じですね。ぜひお越しください。